はい、はい、じゃあすいませんね、皆さんちょっとね、話長くなりましたけどね、まあ、大体2回目会うことがないんですよね、皆さんとね。ですからちょっと話多いかなと思うんですけど、もうちょっとさせてください。それでちょっと今コップをこう持ってきたんですけど、さっきの産業日記ってやつですね、あれは結局自分で自分の良いことを探すってことにもつながってきて、自分を励ますことにもつながります。良いことに気づける自分ってわけです。この世の中は悪いことばかりじゃないっていう自分の自信につながるんです。でそれをね、コップに例えるある教育者がいまして、皆さんの心の中にコップがある、これカラッカラに水がない、これ自信がない状態です。これをね、自信の水で満たすって言ってました。いいことを見つける、いいことに気づける自分、そういうのを一個一個毎日3つ刻んでいくと、だん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 自分の心の水に、心のコップに水が溜まってきます。そうするとそれが溢れるようになって、皆さんの行動が変わってくると、そういうね、心の中にコップがあるんですって。ぜひ皆さん心のコップを満たしてですね、高校生活を、まあ、私は高校生活決して楽しめたとは言えない口ですけどね、ぜひ充実したものにしてほしいなと思います。ではここからちょっと変な話になるかもしれませんね、ちょっと変な話になるかもしれませんが、おそらく皆さん勉強とか部活とか人間関係に役立つんじゃないかなと思うことをやります。